あの今日は和歌山の、水産品そして、農産品、ぜひ楽しんでいっていただきたいと思います。素晴らしいものがあります。やっぱり和歌山の魚とそして和歌山の農産品を一緒に食べてもらうというのがですね、一番、味がマッチしていると思います。今日はぜひ和歌山の、産物を味わっていただいて、ぜひこれからも購入をしていただきたい。和歌山県にはいっぱいいいものがあります。今日は来てないものもあります。実は私の選挙区の柿とかですね、そういうのはあんまり来てませんけども、そういうものも含めてよろしくお願いいたします。今日は一日楽しんでいただきたいと思います。和歌山県といえば農林水産業、いずれも伝統があり、盛んでございます。さらにさらに、全国に浸透していただきまして、大いに商売繁盛、県民所得が上がる、そのことをお祈りしてご挨拶といたします。ということで、まあ、私はもうご挨拶をさせていただくというよりも、今日皆さんお集まりいただき本当にありがとうございました。また、これを機会にいろんな形で盛り上げていきたいというふうに思います。ゆうべからこの雨の中心配しておりましたが、皆さんがこんなようでお出かけいただきましてありがとうございます。今日は和歌山は漁連も来てますし、農協も来てますし、自民党の県連も来てますし、まあみんな大で来てくださって本当に嬉しく思います。どうぞみんなで賑わいと同時に和歌山県のことをアピールするチャンスとして、ご活用いただいたらいいと思います。東京でこれだけの場所を借りてやるといったら相当金もかかるんです。自民党は大盤振る舞いでどうぞいつでも来てくださいと言ってるわけですから、皆さんどうぞご活用いただきたいと思います。山本大臣からは、二階幹事長のご地元でもあり、もう買って買って買いまくれと、ご指示をいただいております。農林水産省といたしましても、和歌山県の農林水産業の振興発展のために、今後とも努力してまいりそうでございます。今回はお魚、私も県漁連の発表来ておりますが、お魚を、持っておられました。海に面しておりますから、近海魚は何でもある。さらにですね、生マグロの釣ったやつの水揚げ日本一、たくさんあります。今年は特に湯浅と稲見の産品をいっぱい持ってまいりました。どうぞ味わってくださいますように、ありがとうございました。和歌山の鮎は最高です。もう天然物とほとんど変わらないっていうか、天然よりも美味しいぐらいのこれ湯気ほかほかの鮎ですんで、また和歌山に来てそして和歌山の鮎を食べてください。地元の農家の皆さんや漁業の関係の皆さんと東京の消費者の皆さんと直接接触するこういう機会をね作っていきたい。これは地元の町長です。テレビ日本中から来ました。美味しいものばっかりなんです。しっかり買っていただきたいと思います。お願いします。